下崖だ。名前も知りたいんだけどさ。見えない名前がこっち側から。あ、録画だった録画バグを起こしてる。何これ。タイムね。写真撮るね。これも電波止まったんでね、さっきちょっと。動いてる。心拍数は120ぐらい。発火トンネル。発火トンネル。電波大丈夫なの？寒いな、ここ。寒い。そんな長くないね。違うよ。なんて書いてある、これ。柳。柳沢水道かな。柳沢水道ってある？昭和。あ、意外とでも、あ、映像だと狭い。意外と1台分あるよ。むしろこのこっちの道の方が危なかった。柳沢水道。南魚沼市で、昭和15年。ちょっとじゃあ、写真撮るね。現在地で調べたら出た？名前が違うの？名前が違う？すげえシーンとしてる、ここ。じゃ真ん中で、電波止まんないんだったら真ん中で写真撮るね。勝手にシャッターが押された。え？
勝手にシャッターが押されたんだけど。何？そのさ、撮った写真見たくなくない？これ曰くなんだろう？俺もさ、すいませんね。配信しといて、この曰くわかんない。新スポでしょ。新スポじゃなきゃまず俺チェック入れないから、この場所にまずチェック入れてるってこと。いいの聞こえ。また長野。GPS 狂ってる。てかなんで長野になんの ？GPS 狂うと。長野なんか最近行ってないんだけど。そのさ、長野の出た地名さ、コピーしといてもらえますか、誰か。その地名がどこなのか気になるんだけど。あ、聞こえたよね。苦しくなった？大丈夫？何歌う？俺はジャイアンガキだ一生。いいね、エコー聞く聞く。長野県長野市、ちょっとこれコピーしたいんだけど、コピーできないよ俺今。コピーできないよ。これさ、イヤホンマイクでウルトラソウル歌ったら多分大迷惑だよ。うん、早めに帰ろうか。時間もないんだよね。あ、どうもありがとうございます。トンネルだからですよ。一応写真撮ったので、あ、見た？調べてくれてありがとう。住宅街、え、もしかしてさ、それうちの親戚とかじゃないよね。怖いんだけど。なんか誰か不慮の事故とかになってないよね。長野に親戚がいっぱいいるんですよ。親父の実家が長野で、もう親父は今亡くなってしまったんですけど、その墓の場所とかじゃないよね。
リアルにそれ、住所、長野県長野市までは合ってるからね。その後が覚えてないけど。何アピール？お前早く長野に帰ってこいよっていう。でもさ、長野市になんでなるの？これ不思議じゃない？ GPS が狂ったらなんで長野市になるの？しかも最近行ったことのない場所で、検索もしたことない場所にさ。初見さん、いらっしゃい。今ね、トンネル行ってた。もう一回このトンネル車でくるぐって帰らないと。じゃあこれからちょっとね、もうこのスポットを最後に、しばらく移動タイムになります。こっから、長野市あんまり行きたくないんですよ。実家が、親の実家があるから。ちょっと一回動けるね。車に乗ります。うん。多分同じ住所だと思うよ。なんで？ちなみに言うとね、昨日の、ペガサスでも、ペガサスの自販機らへんも、誰歩いてきたって誰歩いてきたはちょっと笑った。なんでだろう、本当になんでなんだろう。映像戻ってますか、今。大丈夫？じゃあね、最後にもう一回その、トンネルくぐりますね。くぐって帰るね。でね、もう次はしばらくもう帰宅ロードになるので、もう何時間かかるかわかんないけど、2時間くらいかかるかな。ね、このトンネルをくぐったら2時間くらいかかって、多分2時間もっとかかるかもしれないけど、群馬にドライブイン7個し行けますね、次。知ってる方もいると思いますけど。2時間後ぐらいを目安にまた、戻ってきてくれると嬉しいですね。車載も、ずっと配信してますので。じゃあ、戻りまーす。寝る方お休み。ありがとう。よし、行こうか。してみたい？あれ
この今、イヤヨさん、俺のツイッターフォローしておいてくれれば。ツイッターに載せますよ。あ、別にあれ、フォローしなくてもいいよ。俺のツイッターアカウントメモっといてくれれば、鍵赤じゃないから、誰でも見れるんで。いや、これ、右コーナーでのいきなりトンネルだったの、これ。侵入怖っ。なんか車ガタガタ言ってるの？何？柳沢水道っていうところです。ありがとうございました。記念枠でもう日曜日の朝からやってて、日月火で今日の2時からの私立記枠が最後になります。一応ね、寝る時間としては今日で最後です。自分がでも今日と言っても、あ、そう、このアットマークツイッターアカウントです。誰が打ってくれたのそれ。